こんにちは、かわぽんです。今日は上智大学の外国語学部と立教大学の異文化コミュニケーション学部の比較をします。上智大学の異文化コミュニケーション学部は歴史は浅めですが、今や看板学部の一つとなっています。まずはアンケート結果です。777名様から回答をいただきました。大変ラッキーな数値ですね。アンケート結果は上智大学を選ぶ方が 67% でした。やはり上智ブランドが強いです。ただ異文化コミュニケーションも 33% となり、圧勝は許していない印象です。河合塾の偏差値はご覧の通りです。朗報、一般入試の一番メインの方式の数値になります。上智の外国語学部は学科によってばらつきがあります。英国学科の偏差値が 67.5 となり、さすがに貫禄があります。立教の異文化コミュニケーションの偏差値は65でした。上智大学の英国学科以外の学科よりも偏差値は上でした。共通テスト利用入試の河合塾のボーダーは異文化コミュニケーション学部が 86% と一番高かったです。最後に倍率を見てみましょう。上智大学は2021年度から入試改革を行い、すべての学部で共通テストが必須になりました。そのため2021年度は全体的に倍率は下がりました。ただその後も下落傾向になります。英語学科以外の2023年度の倍率はすべて2倍を切っています。異文化コミュニケーションも下落傾向ではありますが、高めの倍率で推移しています。ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。